ポップなホラーゲームやりまーす。ゆっくり実況、始まるよ。ポップなホラーゲームって何よ。これこれ。ちょっとポップなホラーゲーム。まずはストーリー紹介。ジェニファーが真夜中の墓場でリックの死を嘆いていたら、突然リックの墓に落雷が、あ、生き返った。なぜか生き返るリック。そしてリックは謎の仮面をかぶってる。これで喜ぶジェニファーもちょっと怖い。だけど隣の墓に眠っていた悪の魔王、カボチャ大王も蘇っちゃう。そしてカボチャ大王はジェニファーを連れ去ってしまうのです。忙しいストーリーですね。そしてリックはジェニファーを救うため、真っ暗の墓場の中、旅立っていくのでした。ストーリーは理解した。っていうアクションゲーム。もともとはアーケードが元ネタになってるらしく。ほうほう。そのアーケード版ってのがマジでヤバいらしい。どうヤバいのさ。そりゃあもうおどろおどろしい。おどろおどろしいっていう表現も久々に聞きましたが。私もアーケードのやつはヨウスベさんでしか見たことないんだけど。これはヤバいですねー。ってなった。あんたにはできないゲームだと。ああ無理ですねー。というわけで今回はポップなスプラッターハウス。パロディーとパクリ要素満載の面白ゲームをやっていきましょう。マリサさんマリサさん。大きめいまるさん。ポップとかって言ってますけど、ガキンチョの時にはクリアできたんですか？できるわけがないでしょう。いつものやつだねー。というわけで早速一発目のボス。どっかで見たことがある動き。完全に迷子ですねー。でもこのソフトをやってた時は知らなかったですよねー。今だからわかる伝説の名曲スリラー。よくここまで堂々とパロディー化できましたねー。ギリギリですねー。そういうあんたも左右に動いてるじゃないの。動きたくなるんです。というわけでボス戦開始。ここから？マリサさんが知らない映画もたくさんありますが、とにかくいろんな映画が元ネタになってますので、元ネタは何なのかっていう目線でも楽しめるかもしれません。なるほど。で肝心の難易度はどうなんですか？ポケットザウルスから比べたら優しいですねー。比較対象がおかしいんだってば。まあが近所でもクリアはなんとかできるレベル。ただ一つ問題が。どんな問題？真のエンディングを見るには情報がないときついと思う。真のエンディングってのがあるのか。もちろん今回は真のエンディングを目指す。また出た。てれてー、てれてー。今日もお二人さんは絶好調のようです。てかゲームの説明をほとんどしてないでしょうよ。まあゲーム自体はそんなに複雑ではないので、簡単にご説明しておきましょう。左のゲージは体力で、全部なくなるとさようなら。上の数字は何？あれは経験値みたいなもんで、敵を倒すと左側の数字が増えて、右側の数値まで到達したらライフの最大値が上がります。レベルアップ的な感じなわけね。そうですそうです。とりあえずここで一応ボス戦的なやつなんですが、言うほど説明するところがないので、ゲームの説明を簡単に済ませておきますね。はいはい。右側にあるハンバーガーは回復アイテムで、体力ゲージが4つ増えます。雨みたいのもちょいちょい出てたよね。雨さんも回復アイテムですが、ゲージは1つしか回復しません。あとコンティニューについてですが、一応コンティニューは4回まで可能となっています。でも今回はコンティニューなしでやるんでしょ？そうみたいですね。まあ今回のゲームはエンディングにも注目ですね。エンディングかぁ。ってことでステージ1のボス戦。何やら不気味な少女がいますけど？その少女に対して斧を振り回すマリサさん。マリサの行動の方がホラーじゃないの。あ、マリサと同じ饅頭になった。霊夢も饅頭だろ？それを言うならキメイマルもじゃないの。確かに言われてみたら私たちも結構ホラーですよね。ちょっと私を見てくれ霊夢よ。何をさ。ほらほら。あんたの後ろ姿も初めて見たわ。全然ホラー感がないですね。そんなホラーマリサ。生首のボスを退治しようと必死。そういえばマリサさんはエクソシストは知ってるんですか？昔 DVD を借りてみた記憶があるんだけど、怖くて寝れなくなりました。首がくるっと回るやつとか、あとブリッジで階段を降りてくるやつとか、ああそういうのもあったねー。ってことでさようなら。そういえばこの主人公がつけてる仮面は何なの？単なるホッケーマスクだろ？ジェイソンとは関係ないんですか？ヘルマスクっていう名前っぽいですが、このマスクの謎も、エンディングでちょっとだけ明らかになるようです。そうなのね。なのでジェイソンとはそんなに関係ないんでしょう。まあその辺は最後に明らかになる。てかジェイソンって悪い人だったよね。そりゃそうですよ。でもこのリックはジェニファーを助けに行くと。そうですそうです。なので雰囲気だけジェイソンってことで、中身は優しいリックなんです。いろいろ詰め込まれてるねー。
てかこの BGM もちょっと癖になりますなぁ。また出たあんたの BGM 好き。ってことでお次の相手はキッチンのチキンです。何かのシャレですか？そうやって解説サイトさんに書いてた。首なしチキンは何度でも相手出てきますので、上から振ってくるナイフを丁寧に攻撃していきたいですね。悲鳴丸よ。何でしょうか？片やオーブンの中から首なしチキン、そして上からはナイフ。そんな状況で丁寧も下手くでもないだろう。リアルに考えたらヤバいですね。そして今度は謎の自信。まあ次々といろいろ襲ってきますなぁ。マリサさんはこのゲームでビビってなかったんですか？実はが近所の時、さっきの生首少女のところで完全にビビってた。顔の色とかも不気味だったしねー。そうなんよ。ってことで謎の下水道エリア到着。ここの BGM はちょっと不穏な感じ。そしてまた気味の悪いものが飛んできてますねー。いやーファミコン版で助かった。そんなにアーケード版はヤバいの？ウィキさんの情報を見てみるとさ、絶望の何たるかを思い知らされるストーリー内容。生理的嫌悪感、不快感を覚えさせる描写にこと書かないって書いてあった。さっきもようつべさんで見てみたって言ってたもんねー。あれはきっと世代によってはガチのトラウマゲーだと思う。あのエブサから比べたらこの作品は楽しげですもんねー。あ、でもこの作品には秘密があって。秘密ですか？そうそう。どうしてこのスプラッターハウスがポップになってるのか、どうしてアーケード版がエグい仕上がりになってるのか、その裏設定も地味にエンディングに隠されてる。エンディングまで気が抜けないということですね。いろんな意味で気が抜けない。ってことで今度はちょっと可愛いネズミがお相手。急に可愛いですね。このネズミはこうやって下から襲撃。ってミスってますけど。いやいや次こそは。で、一発でさようならなんだね。このゲームで数少ない癒し系キャラ。でもマリサさん、油断しないでくださいよ。もちろんわかっております。このネズミめ、倒したかと思ったら最後にちょっとだけ攻撃してくる。ここでステージ2が終わりになります。次はどんなところかな？業務も頑張ってるねー。ってことでここはハロウィンがモチーフのステージ。カボチャ人間のようなやつが襲ってきます。このゴミ箱、踏むとちょっと気持ちいい音がする。なんかわかる。では記念丸さんどうぞ。は？ちょっとあなた方、なんすか？突然私が一人でズタズタやり始めて、言っちゃってると思われるでしょう？言っちゃってませんでしたっけ？言っちゃってませんよ。何を言い合ってるのさ。いやいやなんでもないんです。ちょっとここの BGM も好きだったもんで、ちょっとキメイマルさんに毒味をしてもらいました。ほらほらマリサさん、ふざけてるからチェーンソーに襲われてるじゃないですか。さっきはナイフで今度はチェーンソーか。もしもこのグラフィックじゃなかったら、完全に放送禁止レベルの出来事。後ろに骸骨もいるしねー。そろそろとどめ、で、よしよし。その手が危機感なくすんだよなさあそして注目の中ボス。ここに横たわっているのはあの有名なキャラ。誰ですか？ソルアーガの塔に出てくるヒロインの回のようです。確かに言われてみたらそうだ。でも腹から雲が湧いてくるという非常にエグい状況。果たしてヒロインの回は生きているんでしょうか？お腹から雲が出てるからなかなり危険な状況が予想されます。マリサさんは貝を救うことができるのか。普通に考えたら手遅れじゃないっすか。まあそう言わずに頑張ってくださいよ。はいわかりました。ドルアーがミプレイの情弱マリサ、全力で貝さんを救います。ミプレイだったの？マジでミプレイなんすよ。リクエストは多いんだけど、ちょっと小耳に挟んだ情報では、何も知らんでクリアするのは鬼畜の所業という噂。なんかヤバいらしいねー。あれは知らないでやったらとんでもないことになりますよって視聴者さんも言ってたしねー。スプラッターハウスよりもドルアーガの塔にビビっております。ビビりすぎでしょうよ。てかこのクモどもはどんだけ湧いて出てくるんだ。すでに40匹以上出てきてますねー。解散は無事なんすかねー。あ、BGM が止まった。何事もなかったかのようにあくびだー。どっか行った。ってことで無事救出。ではキメイマルさんそろそろお願いします。またですか？なんか腹立つわー。でも癖になるだろ。ちょっと癖になる。
ました。今度はヨウムか。どうしてヨウムは絶望してんの？どうしてでしょうねってことで教会の中に侵入。何やら不気味な人影がありますけど。あれは無害なので大丈夫。それよりも教会の中にゾンビが出てくるという状況。そしてこの BGM との薄マッチがちょっと不気味ですよね。今度は魔法人ですか？メガテンのような黒魔術。今度は邪教集団の司祭的なやつと戦う。この敵はまた後で出てきますよね。確かにそうっすね。まあこいつが何者なのかはよくわからんけど、とりあえず懲らしめていきましょう。懲らしめるとかって言ってますけど、マリサさんは苦手な敵じゃなかったですか？なんかこいつらの動きが読めなくて、結構苦手なとこなんよな。この後司祭も変身しますしね。それが一番苦手なやつ。あ、司祭みたいな人が動き始めた。これよこれ。こいつがなんとも苦手なんすよね。あ、ここほどダメージを受けてるじゃないですか。あ、これはちょっとピンチ。さっきは体力満タンだったのに。お、これはパターンに入ったか？気づいたら体力がなくなってる。よしよし。全然よしよしじゃないでしょう。マリサさん、マリサさん。はい。一応ノーコンクリアを目指してるんですから、ここからなんとか持ちこたえてくださいよ。ちょっと自信ないっすけど全処します。さようならになったらもちろんやり直しだよね。もちろんですよ、霊夢さん。なので私マリサ、現在さようならにビビっております。ゲージがほとんどないですよ。わかっておるのです。わかっていてもカボチャ軍団が絶妙に邪魔。屋根から攻撃とかずるいと思います。そういうゲームなんだからしょうがないでしょう。論破はおやめください、霊夢さん。全然論破じゃないってば。ってことでなんとかギリギリでまたボス戦。今度は何かな？ハエと男。そんな映画があったようななかったような。ハエ男の恐怖という映画がモチーフになってるようですね。ハエと人間が混ざっちゃうやつね。かなり古い映画のようですけどね。来たかハエ男め。体力がギリギリだ。風にもハエ男になったのはちょっとかわいそうだけど、私もさようならになるわけにはいかんのだ。幸いにもこのハエ男はそんなに強くないので、小林虫をつければおそらく大丈夫でしょう。この調子なら大丈夫。おそらくあと一撃。くらい。危なかったですねー。あ、そういえばここで隠し部屋がありましたよね。真のエンディングを見るために必要なクリスタルボール。これは後ででも取れるのでここは一旦スルーします。それよりも体力を。そして次は湖のステージ。ここでもいろいろなオマージュ要素が出てきます。オマージュねー。まずは最初にハンバーガーゲット。ちょっと生き返った。そしてここのステージでは特別な武器が手に入る。そうなの？あ、これこれ。ショットガンですね。これがなんとも気持ちいい。でも10発しか使えませんから、大切に使ってくださいよ。大切に使えと言われましても、背に腹は変えられない。またそれっぽく言ってるだけ。おっとここで犬神家のやつだ。リックとあの足の比率がどう考えてもおかしい。リックの身長よりも長い足だったぞ。よくそんなところに気づいたねー。マリサさんはツッコミどころを探しながらプレイしてますからねー。ツッコミどころを探すのはいいですけど、相変わらず体力がギリギリ。あーやばい。これは実際にやるとわかるんですが、ショットガンを撃つとその勢いで自分も後ろにちょっと下がってしまうんです。そういうところは描写が細かいんだねー。あ、ショットガンがなくなった。現在の体力は4ゲージ、そして3ゲージ、そして2ゲージ。目の前にハンバーガーが見える。マジでギリギリ。危ねえ危ねえ。そしてここからは上手っぽいやつが襲ってくる。この避けるタイミングが意外と難しい。出てくるのが予想よりもワンテンポ早いんですよね。そうなんよ。ってことでジャンプー、ジャンプー、もっかいジャンプーと思ったら早すぎました。なんなのよ。次は前と後ろから挟み撃ち。ジャンプー、ダメでした。頑張りなさいよあんた。はいジャンプー、さらにジャンプー。動画見たかレイムよ。ギリギリのくせによく言うわー。でここでボス戦ですけど、体力は大丈夫そうですかねー。なんとか頑張ります。ナイフとフォークを持ってる。詳しくはわかりませんが、バーニングという映画がモチーフになっているようですね。妙にサウンドがかっこいいですなー。サウンドがどうのこうのよりも、さようならに気をつけなよー。はいわかりました。まあここのバーニングというボス、ご方向の弾にさえ気をつければそんなに脅威ではないんですが、なんたって残りの体力が多い。リックは完全に瀕死状態。
まあこのまま行けば多分大丈夫。あんたの場合はそれが信用ならんのよ。まあそれも否定できませんね。ここで火種だ。と思ったらギリギリで勝利。心臓に悪いんだってば。ホラー動画っぽいだろ。単にギリギリになってるだけでしょう。はい、そうですね。全く余裕はありません。ってことで次のステージ。今度はキャンプ場での一幕。ここのステージからはちょっと難易度がアップしてきます。そうなの？なんとか頑張ります。まずはこの木を倒す。これがなんとなく気持ちいい。ここで恵みのハンバーガー。落ちているハンバーガーを食べるマリサさん。言われてみたら確かに。そしてこの敵はガキンチョにはちょっと刺激が強いか。アーケードだとああいうのがリアルに出てきますからなぁ。それはやばいかも。まあ私はビビりなのでプレイできないと思いますが。でもちょっと興味は湧くやつだねー。機会があったらちょっとだけやってみたい。ちょっとだけですよね。ほんとちょっとだけ。ビビりのマリサには刺激が強すぎる。ってことでキメイマルさんスタンバイをお願いします。スタンバイ。ずったかたったずったかたずたずたずったずたずったスタンタカタンずたずったんんんとこんとこんとこんてマリサさん、またなんすか。私にずたずたやらせてる余裕なんてないでしょ。実はマジでピンチ。また体力がギリギリだ。そしてここでムンクさん。ムンクさんではないでしょう。そうでした。ムンクの叫びっていうだけでした。なんなのよ。てか相変わらず体力がない。このギリギリはなんとかならないんですかね。なんとかなるも何も、真剣にやってこの結果なんだから、どうしようもないでしょう。完全に動きがぎこちなくなってるじゃないですか。そやなりますよ。ここでミスったらまたリセットって考えたら、警戒心マックス。それはあんたがノーコンクリアにこだわるからでしょ。ちょっと聞いてくれ霊夢よ。またなんだってさ。ポケットザウルスをやった直後にこのゲームをやるとさ。あ、前回のやつね。あの鬼畜ゲームの直後にこれをやると、なんかノーコンティニューでクリアしないといけない気がして。難易度的にはあっちの方が難しかったもんね。むしろ比較してはいけないレベル。ポケットザウルスはマジで頭がおかしくなるかと思った。だから途中でやめればよかったのに。いやほんとそれよ。そもそもゲームスキルは地球人レベルなんですから、身の程をわきまえたゲームをしてくださいよ。できるだけそうします。そして相変わらずマリサさんの体力は2。ここで上から降ってくるバケツをかぶったぞ。何か効果があるの？敵からのダメージが半減します。今のマリサさんにとってはスーパーお助けアイテム。そして今回のボスはモンスター界では有名人、狼男のようです。満月の力で狼になっちゃうやつ？実際に映画は見たことありませんが、そんな感じだったと思います。そういえばドラゴンボールで男狼っていうのがいましたなぁ。クリリンの頭で人間に戻るやつですね。そうそう、それ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 言ってる場合じゃないでしょう。ちょっとそろそろマジで体力を回復させてほしいっす。でここで被弾したがバケツのおかげで助かったようだ。やっぱりギリギリの勝利。そしてこの子供は妖怪道中期の主人公タロスケだったようですね。これは言われないと気づかん。さあそしていよいよステージ6。ここはボスがいないのでさっさと進んでいきましょう。まずハンバーガーをください。この後にあったはずですよ。おお、そうか。おお、ハンバーガー。それにショットガンも。これは今までの恨みを晴らせと、そういうことでいいですね。また都合のいい解釈を。くらえ。どうだ、見たか、カボチャ軍団め。いやすぐ調子に乗る。ハドゲーン。マリサが一番ホラーじゃないの。調子に乗って使ってるとすぐなくなりますからね。めっちゃ無駄打ちしてる。まあぶっちゃけここのステージはそんな難しくないから、体力を回復させながら進む。そしてここのステージが終わったら、いよいよ最後のステージの悪魔の館。次が最後のステージなのね。そうなんす。そういえばまだクリスタルボールも取ってなかったですよね。それは次のステージで取るから大丈夫。クリスタルボールってなんだっけ。真のエンディングを見るのに必要なアイテムですね。あ、そういえばそうだった。クリスタルボールは全部で2つあるんですが、両方取ってクリアするとこのゲームの謎がいろいろ明らかになります。このゲームってさ、アーケードと全然違うじゃないか。マジで期待外れだってっていう意見もあったり、スプラッターハウスシリーズだと思えば全然面白い。ホラー映画のパロディネタはついついニヤニヤしてしまうみたいな感じで賛否両論あるみたいなんだけど、マリサさんは結構好きになった感じですよね。 BGM も意外と気に入った。いつもの BGM ずっか。そしていよいよ名曲とともに始まるラストステージ。このステージはポイントがいくつかありますので、解説しながら進めていきましょう。解説とは珍しい。まずはこの BGM が素敵すぎる。そこからですか。
あとはこの後ちょっとだけ進むと霊の司祭が現れます。おお、奴には注意っすね。こいつこいつ。こいつに捕まるとクリスタルが取れない。訂正うるさいわね。愚かな三角帽子ね。おとといきやがれ。結局逃げるくせによく言うわ。おやおや、ここはどこですか？隠しステージのピラミッドです。またぶっ飛んだとこに来ましたねー。さっきの司祭に捕まったらここに来ることはできません。お、ショットガン。と思ったら罠だった。さりげないトラップだ。まあただでショットガンがもらえたようなもんだから。しかし、もう一発。うるさいわねー。ショットガンがマジで気持ちいい。先ほど言っていたクリスタルボールですが、ここのエジプトステージで手に入れることができます。またボス戦とかがあるの？ボス戦はありません。踊りを見るだけでクリスタルがもらえるんです。そうそう。まずはここの隠し部屋に入る。すると日本風のステージにワープ。一気に世界観が変わった。ハエ男を倒した後に来ることもできたんですが、あの時はマジで体力がピンチでしたからね。ハエ男のところで隠し部屋に行きそびれても、この最終ステージで結局両方行けるんすよ。てか日本でショットガンをぶっ放してますけど、どんな戦でも勝てますなぁ。でも使い切っちゃいましたね。まあでもここ自体はそんな難しくないから、のんびり上に登っていきましょう。にしてもカラカサお化けみたいのも久々に見た感じがしますね。ガキンチョの時以来マジで見てなかったかもしれん。ゲゲゲの鬼太郎とかでも出てなかったっけ？あーなんか出てたような記憶もありますなぁ。誰が、あんたの不注意でしょうよ。近づいたらお茶をこぼしてくる。あいつは悪意の塊だ。ほらやっぱり。そうですか？そしていよいよ到着。ここには服のお姉様がいる。そしてなんと平成の文字。よくよく考えたら1989年、平成元年だったんすね。平成元年ってあんたは何歳さ？私か？8歳か9歳。ガキンチョにも程があるじゃないの。いやほんと懐かしいですなぁ。って言いながらおならしてませんか？あーこれですか。ボタンを連打するとなぜかおならが出るという小ネタ。しょうもない小ネタですねー。もちろんが近所の時は知りませんでした。てか和服の人の踊りはいいにしても、あんたはいつまでおならをするんですか？できる限り連打をし続けます。あ、おならが出なくなりました。出さなくていいんだってば。ほらほら怒られてるじゃないの。え、これは怒られてるんですか？あんたは失礼な人だって言われてるんだってば。勉強になりました。そしてお次はあのお方の登場。聞いて驚け霊夢よ。また大げさになんだってさ。このステージではあの絶世の美女、クレオパトラ様に会えるのだ。クレオパトラですか？そうそう。クレオパトラ様が生めかしい姿を披露してくれるのです。ヨウスベさん的には大丈夫なんですか？どう見ても大丈夫でしょう。音楽も何やら怪しげな感じ。ちょっとライトアップが怪しすぎませんかね。大丈夫大丈夫。ファミコンだからギリギリ大丈夫。セガサターンだったら完全にアウトでしたね。てかセガサターンはどうして様子がおかしくなったのか。最初のうちは良かったんですけどね。気づいたらプレステに全部持ってかれてた記憶。そして気づいたらピンク系ばっかりになってましたもんね。ほんとよな。てかこの怪しげなやつはいつまで続くんですか？もうちょっと。あと5秒くらい。というわけでクレオパトラ様の怪しげな時間が終わりました。今回は怒られてないみたいだね。おとなしく見てましたからね。ではではここからが本番。ここを乗り越えればラスボス。また始まった。厳しいんですけどやめていいですか？勝手にやってんでしょうよ。その通りでした。てかマリサは何回落ちるのさ。あのねえ、何さ。あの秒針みたいのが絶妙に邪魔なんす。また落ちた。今度こそ頑張ります。信用ならんわねえ。見てろ霊夢よ。また偉そうに。って言ってもダメだってば。やっぱりダメですか霊夢さん。普通にダメージ食らってたでしょう。いや落ちなかったから自慢してもいいかと。そんなんで自慢してもダメだって。まあマリサさんなりには結構な地獄を見てますから。そうなの？このゲームアホほど難しいってわけではないんですが、やっぱりノーデスとなるとマリサさんにとっては地獄。やり込んだ人にとってはそうでもないと思うけど、まあ地球人にはやっぱり厳しい平成のゲーム。
ワンパチグラフィティって書いてあるからさ、うん、もう少し簡単かなーって思ったんだけど、予想よりは難しかったと。特にここで何度もさようならになった。ムンクさんのとこですね。だからムンクさんじゃないってば。まあでもやってみたら意外と難かったってこと。なるほどねー。でそろそろラスボス。ここの自販機で体力回復ですね。ラスボスはちょっと長期戦、絶対にさようならは回避。ラスボスでもさようならになったの？当然じゃないっすか。なので気合入れていくぞ。素振りだけは一丁前だ。ってことでいよいよラスボスのカボチャ大王。そういえばカボチャ大王がラスボスだったんだね。主体的なヤーツの方がラスボスっぽい感じはするけど。さあいよいよ始まりました、マリサさん VS カボチャ大王。ラスボスではありますが雰囲気の地味さは否めない。このボスは強いんですか？パターンは単純。まずは小さなカボチャを撒き散らす。そしてカボチャ大王がダメージを受けた後は画面内を高速で跳ね回っての体当たり攻撃。画面内を跳ね回った後はまた同じことの繰り返し。なので強いかと言われるとそんなに強くはないと思います。何がきついってこの敵は結構硬いんすよ。何発で倒せるのか数えてはいませんが、この戦いはまだまだ終わりません。集中力との戦いですか？そんな感じですね。展開がまったりしてるもんだから何回一気に仕留めたくなっちゃってさ。あんたの落ち着きが足りないだけじゃなくて？まあ実際そうなんすけど、実際にやってみたらなんかうずうずしてくるんよ。まあわからないでもないですけど、早く倒そうにも倒しようがありませんからね。そうなんですよ。なのでこのラスボス戦、この調子であと1分くらい続く。それもまた拷問だ。なのでちょっと早送りを。てかやっぱりギリギリじゃないの。体力はあと1メモリ。マリサ、圧倒的ピンチ。己カボチャ。もう完全にしてくれ。あんたの断末魔じゃないの。毎度毎度言っておりますが、やっとクリアでございます。っていうか、割と簡単そうに全クリをしておられるようなチャンネルの主様は、どういうファミキンをしているのか。あんたには想像もできないと。マジでそれ。というわけで注目のエンディング。ジェニファーが泣いてるねー。そこにカボチャ大王を倒したリックが現れます。おうジェニファーよ、元気にしていたか。何その茶番は。というわけで無事にジェニファーを助け出したリック。二人は仲良く暮らしましたとさ。ってならねんだ。はい、カットー。カットってどういうことですか？これは全部復讐だったんです。リックもジェニファーも実は演者。ちょっと状況がわかりません。なかなかの演技だったよ。王監督ありがとうございます。いい映画になったよー。お褒めに預かりまして。ナイスー。ちょっと説明の方を。アーケード版にもつながる裏設定。個人的な考察を含めて状況を整理するとこういうこと。今までの話は全てフィクション。リックが生き返った時、最初から仮面をかぶってたのも、映画の中の設定という話でいたって普通のマスクのはず。この仮面は映画の小道具と、そのはず。そのはずなんだけど、突然仮面が笑い出す。本当は小道具のはずなのに、ポルターガイスト現象を起こす仮面。なるほど。そしてこれがアーケード版とどう関係してくるの？これを知るとちょっとアーケード版をやってみたくなる。実はリックとジェニファーはリアルでも恋人同士。大学で超心理学というのを学んでいたリックとその恋人ジェニファー。そして禁断の研究に興味を持ったリック。そしてなんやかんやあって、異形の怪物が徘徊するという恐怖の館、スプラッターハウスという館に二人は足を踏み入れてしまう。そして館の怪物たちにリックとジェニファーが襲われて、リックは魔物にフルボッコ、そしてジェニファーは魔物に連れ去られてしまう。映画の中みたいな話が現実になっちゃうわけね。そうそう。そして絶望とともに薄れいく意識の中で何者かがリックに呼びかける。その声の主はヘルマスク。さっきの小道具のこと？そこは何ともわからない。小道具のマスクなのか、それともまた別のマスクなのか。とにかくヘルマスクってのは伝説の仮面みたいで、身につけた者に強大な力を与えるらしい。なるほど、ちょっと話が見えてきた。結果、ヘルマスクを身につけて超人的な身体能力を手に入れたリック。
リックはさらわれたジェニファーを助けるために、この世の地獄かと思うようなスプラッターハウスの中に、足を踏み入れていく。っていう話がアーケード版のストーリーになっていると、そういう設定で発売したらしい。ってことでスプラッターハウスはなんとか無事クリア。最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。ってことでポップなコラーゲー、スプラッターハウスでした。戦闘力 1.5 のチャンネルやツイッターにも、ぜひ遊びに来てくださいね。北斗の拳の編集中でーす。また無謀なことを。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。まだまだ動画をアップしますので、チャンネル登録してもらえると、心の底から喜びます。レトロゲームは夢がありますからね。それじゃあ、またねー。